ゴメスちゃんが気になるというスポットがあるということで、こちらのお店ですね。はい、このお店、まあ一見普通の商店の感じですけど、そう実は一個ちょっと気になるポイントが。見てください。はい、何でしょう。自販機にね、うどんとそばが出てくる自販機、見たことないですね。ちょっと食べたくて。いや、いいですやん、この色は。白、赤、オレンジ。でも温度計みたいなのついてる。ほんまや。そしてこの天ぷらそば、天ぷらうどん230円ずつで、なおかつこの下にたまには月見いかがですかということで、こんな感じの自販機があると。ちょっと買ってみよう。行く？おっさん、こっち。23秒出来上がりまで。え、すげえ。カウントダウンしてる。ほんでまたこれさ、何やこれ。これ液晶？どっちこれ。これ昔の目覚まし時計みたいになってないこれ。何これ。めっちゃええやん。このフラッパーには絶対触らないでくださいって。フラッパーって何なんでしょうね。フラッパー触んなよ絶対。フラッパー触んな。できたできた。え、お、見て。開けますよ。お、でもこれ触らないでくださいっていうフラッパーが結構来てるんやけど。これ大丈夫。いけるんこれ。これフラッパー。フラッパー触らずいける？これむずない？フラッパー触らずいって。絶対触らないフラッパーは。フラッパー今よ。じゃあいきますよ。熱い。触っても取れない回ですか？いきますよ。触っても出る？え、ほんまに難しいよ。ほんまにこれさ。すごいすごいな。カウントしてんな。熱い熱い。あ、そうなん。熱い。ここは25。ちょっと長い。そばの方が。一緒やったんちゃう。22とかじゃなくて。あ、そう。たまたま見たのが22やったから。どうそれ。ちょっと揉めるぞこれ。22。だってそんなそばとうどんそんな変わると思われへん。22や。むしろどっち？端やと。22や。絶対に。でもどっちかというと俺うどんの方が太めやし、時間かかりそうな気するんだよ。ああ、そうやって。熱なるまで。その可能性もある。でも22。あ、出来上がりました。これで。フラッパー触ったかんね。フラッパー絶対触ったかんね。フラッパーチャレンジ？うん、フラッパーチャレンジ。いや、ほんまに難しいから俺。熱っ。熱いな。結構重いやろ。重いから割と重いし、フラッパーも結構きてるから。熱い。痛い。あ、痛い。気ぃつけて気ぃつけて気ぃつけて。見てくださいこれを。牛の卵ちょっと買ってきていい？いらん？牛の卵。あ、じゃあとりあえずじゃあ1個買ってくるわ。はい、じゃ食べといて。どんな。いや、いわゆるこのソフト麺ですね。給食とかでもやって。で、器がこのプラスチック製の。なんとも言われへん独特なやつ。ちゃんとうまい。うん、ほんま優しい、なんか。うん。ほんまにお母さん作ってくれたうどんみたいな。りょうさん麺入ってるわ。入ってんな、あれは。うん。いただきまーす。いいな。なんやろこれ、久しぶりに食べたな、この感じ。ほんまに、俺神戸の給食も再現したやん。そうやんな。なんかほんまにちょっと給食じゃないけど、そうや、なんかそういうもう昔ながらのって感じよ。あ、湧いてきた。いや、龍の卵これ。え？龍の卵を使ったカツ丼じゃなくてトッピングの卵買いに行ったはずだけど。え、龍の卵の？あ、これね。あんの？いや、それやろ。そっちそっち。お父さんにもこれも持って行きって言って。あ、ただでくれた。優しい。普通にお金払って。買っとるかな。そう持って行きやないね。お買い上げありがとうございますよ。食べてみるわ。やっぱ言うてるよ。やっぱって食べんつもりやったんかい。お、うまいな。なるほどね。うん。確かに優しいでしょ。なあ。いや、インスタントっぽくないやっぱり。けどこんなんけど230円でさ、安いね。これ結構ボリュームあるよ。でも食堂の感じよ。これ早速入れるわ。卵っていうの。生やろ。オレンジめっちゃ。そうやね。これが龍の卵。やっぱあれはもうね、もともと卵屋さんやったって言うから。そう、卵の卵屋さんって言ってたな。卵どこやったっけな、けど結構九州かな。あ、そうなんや。九州の。めちゃめちゃうまいね。うん。こっち食べてみよう。いや、卵バージョンあんま食わんのかい。卵を潰して食わんの？卵ちょっと潰すなもう。潰す。いや、すごい。ね、すごいんだから。いい。味変わってない。うまっ、この卵。卵うまいやろ。おい。濃厚なの。めっちゃ濃厚や。もう色見たら伝わってくるわ。うん。オレンジ。これちょっとそうやね。バリうまそうやんか、そう。これ300何倍や。安いな。どう？プール行った後に来たいな。ああ、いいな。ああ、いいね。なんやったらプールで食べたいしな。プールで食べたい。プラスチックの椅子とテーブルで。プールや。なあ、泳ぎ疲れた時に。ああ、確かに。寒いとか言いながら。うどんとカツ丼で、これ以外にもたくさんのなんかいろんなお弁当あったね。めっちゃあったね。店内も面白かった。店内お父さんが恥ずかしがってもういいわって皆さんぜひ来てください。実際にうどん、ああうどんや。25秒やった。やっぱあ、嘘ついてた。なんだっけ、俺に22秒やからって見た瞬間にやってんな。怖っ、変わったかもしれない。強く出てたな。強く出てたけど自分のミスは認めない。早いな、もう出来上がるわ。え、じゃあさっきのご飯屋さんの話も怖いで。どれ知ってる感じで。ああ買ってこようかなと思って。今龍のもう買っちゃう。生まれて龍の卵。龍の卵のパッケージほんまに龍書いてたよ。そうそう、白色のないい卵だな。龍の卵真っ赤やろ。オレンジめっちゃ。そうやね。これが龍の卵。やっぱ出てたな。龍の卵どこやったっけな、けど結構九州かな。で、親子丼とかの使ってるとかやっぱあるよ。やっぱそうなんや。龍の卵。なんかもうさ、これはほんまに知ってた。いや、そういう親子。疑惑モデル。そういう。あ、もうできた。早い。まずいで、味それ。気付けよ。くれんなそれ。それトートバッグない方がいいんちゃう？うん。トートバッグ必要ないんちゃうか。あ、ほんま熱いな。熱いで。あ、なんでそんな外取り出すの？すごいな。卵だけでええでほんま。卵だけ巻いて。もうほんまにめっちゃ。七味隠して入れとこうぜ。うまい。もうそんな感じ。いや、うまいな、普通に。うまい。ちょっと、辛っ。ちょっと一味入れてない知らん間に。え、めっちゃ優しいやん。機械が入れてないね。あなたたちでしょ。ああ、だからちょっと長かったもんな。ね、違うね。25のままやったよ。一味入ってる。いやけどうまくなってるね。ありがとう。え、いいあんばいか。え、一袋とかじゃなくて3ぐらいいってんけど、めっちゃいい塩梅。嘘やん。3いってもいいぐらいか。全然ちょうどいい。マジで。ありがとうございました。いや、よかった。いい店で。うどんとおそばの自販機が気になるということで、こちらの方に来ましたけども、本当に味は美味しかったです。美味しかった。うどんもそばも、そしてお弁当も、全部美味しかった。ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。以上。